はスパイスの束のことを言います。これから作るカレーの作り方がこちらになります。まずはじめに星印の材料をすべてすりおろします。続いて玉ねぎ2個はみじん切り。ごめんなさい。残りの玉ねぎは様々な切り方を。3年前私はクッキングスクールで運命の出会いをした。内容は分かりました。それではこちらでお引き受けさせていただきます。実際に調査してくれる探偵さんは、今ちょっと出てまして、私の方からお伝えいたしますので。そうですか。もし旦那さんが浮気してたらどうします？所長、戻ってたんですか？離婚しますか？そうですね。では成功報酬でどうでしょう？旦那さんの浮気の証拠を得ることができたら50万円慰謝料からお支払いいただきます。でも証拠が見つからなければ報酬は一切いただきません。じゃあそれでお願いします。ではまたご連絡させていただきます。よろしくお願いします。そういえば宮下ご夫妻なのに下木君なんですね。妻のお父さんから事務所引き継いだんですよ。そうなんです。私の旧姓が下菊で。そうでしたか。シュートさんのお仕事を引き継がれるなんて素敵ですね。ありがとうございます。ではありがとうございました。ゴンゾーさん、何でしょう。フミカさん、成功報酬ってどういうことですか？どうするんですか？その時はその時ですな。ちゃんと稼いでもらわないと困ります。葉月所長、お宅の娘さん怖いんですけど。お父さんの写真に口るな。依頼主は小川咲さん。調査内容は咲さんの旦那蒼太さんの浮気調査。2人は3年前にクッキングスクールで出会い、同じスパイスを取ろうとして手と手が触れ合い、運命を感じて意気投合。交際に発展し、すぐに結婚へ。浮気を疑い出したきっかけは、ある日、記念日でも何でもないのに、突然旦那さんが花束を買ってきたこと。花束買って帰っちゃ悪いのか？普段からそういうことしない人なら、怪しいわね。さらに、旦那さんがもう受講していないクッキングスクールになぜか入っていくところを目撃。クッキングスクール中心に調べてみるか。え、それだけ？分かったよ。今はそれくらいでいいだろう。同じスパイスを取ろうとしていたはずの2人なのに、旦那さんはサキさんに代わる新たな刺激を求めていたのかもしれない。問題は解決するよ。クッキングスクールで恋を学んだ2人のために、そしてシュート下菊葉月の名にかけて。結論から言います。旦那さん浮気していませんでした。完全にシロです。そうですか。よかったですね。ありがとうございます。では失礼します。ただ働きになっちゃったね。ねえ、こんな水筒前からあった？今回の報酬だよ。え？あの旦那100万って言ったのに、今は60万しかないって値切ってきやがった。慰謝料考えたら100万なんか安いもんなのにさ。さん、ごめんなさい。あの報告書、嘘だった。
男同士で組んでた。お父さん、ごめんなさい。私が選んだ人は最低な人でした。お前がいつももっともっと稼げって言うからだろ。あんたって本当最低の男よね。